はい、テイルズ・オブ・リバース実況の、パート36でございます。やっていきたいと思います。というわけでね、今回から攻略していくのが、こちらにあるホムラの塔、ピピスタ周辺での謎解きを終えまして、出てきたこの塔を攻略していきたいと思います。あれが本当の聖なる鳥、こんな大きな塔が地上絵に隠されてたなんて。なんだか信じられないぜ。幻じゃないだろうな。本当にこの塔は今ここにあんのか。長き封印を解き、鳥を呼び覚ました者たちよ。この炎の塔は地の迷宮。地の迷宮？知恵なき者は我が力を振るえば、人の世はさらに乱れ、やがては破滅に至りましょう。あなたたちの知恵を私に示すのです。わあ、知恵か。ちょっと大変そう。本当によくここまで来ましたね。あれ、なんだかここ、それにこの声、懐かしい感じがするんですけど。どういうことだ、マオ。おいおい、懐かしいって、ここは大昔の遺跡だぜ。そうだよね。でも、とにかくこの塔に入るしかない。行こう。よっしゃ。生まれた。僕は生まれた。光、闇、水、地、風。僕は火。僕は誰？ねえ、僕は誰なの？お前はこれから魔王と名乗るといい。魔王？古代カルギア語で無を意味する言葉だ。魔王、無。今のお前はいわば生まれたての子供と同じだ。何もない無垢な心、無限の可能性、始まりを表す無だ。始まりの魔王。嫌か？うん、なんかいい感じなんですけど。いい感じか。うん、すっごくいい感じ。今日から僕は魔王。僕は魔王。本当に？ん？あなたは本当に魔王なのですか？魔王だよ。僕は魔王。あなたは誰ですか？どういうこと？あなたは、あなたですか？僕は、どうした、マオ？ん？ああ、なんでもないよ。先へ進もう。さて、ともし火を打ち、行きまして、炎つなげよう。やはりここが、魔をメインの、とにかく攻略と。水が使えるよーってことだったら、魔よりヒルダの方がね、ダメージソースになりそうだよね。そうしようかな。
方だな。よし。これは侵入者です。モンペイの精神を振り切って正門から。命令を聞かなかったので捕らえようとしたら急に攻撃を。全員負傷者の救護に当たれ。犯人君はどこかな。逃げても無駄だよ。出ておいで。僕は誰。記憶喪失の侵入者だってさ。なんてかわいそうなちびっこだ。このままあの世へ送ってあげるのが優しさってやつかもね。待て、去れ。あ、遅すぎますよ隊長。あ、いや隊長。おや、暴走が収まったよ。結果往来ってやつですか。去れ、貴様。やめろワルト、暴走は終わったんだ。隊長。僕は誰。陛下がお隠れにならなければこんなことも起こらなかったのに。僕たちもこのちびっこも哀れというかなんというか。され、滅多なことを言うな。陛下のフォルスの影響で暴走が起こっているという確証はない。じゃあ陛下が崩御された時にこの城から出たすごい光は一体何だったんです。僕は誰。マオ、もしかして。うん。記憶が戻るかもしれないね、ここで。よっしゃ、行くぜ。あー、来たぞ。ヒップルマックスメガシュー逃さわれた。ブレイク連中弾トウカトウジョーカスンブリヒッタレバクエンゼンデクバロイストウカーゲッグいてい何弾行き裂けジョーゼンおられるっすか。ビーグシップをつめぎで広がったブレイクセロスフレーム。全てを俺一人で十分だった。あ、残った。よし、こんくらいで。一気に行くぞ。あっけないわね。どっちだ。邪魔が入ったな。タビカタケアクトロイショトウスッハイキ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 スッハイ
撃タートルシックルハープデンデリッキュータ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 ンまだ力が足りないブラップブラッディクロスを習得別にセットしなくても良かった気もするけど、あでもな、これフィアフルストーム使えるようにしたいから結局何回かは使わないといけないな。フロアボス。これはどっちだ？お、いいね。よっしゃ、行くぜ。あのなんかネタっぽいのね、いねえよな。トゥーハッシュッカーハッハッピヨスサマキグジュシーハッ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 ブレイショウトウトウブレイシュウの爪にレイデューザンガッピーネイルトウタタタイクショウキャメルーザン今気がかれトウキョウガスシッゼデリカートウ汚れた魂じゃわぁそこに導かないといけない。あら、ん？途中でこれ向き変えなきゃいけないのか、もしかして。なるほど。こうで、はいはいはい。それでここに乗っけて、そういってこうでそれから飛んで、あの青いに触って赤いってループじゃんこれ。あ、わかった。ここでこの踏む。そういうこと。多分慣れてるけど、あの最中に敵でいたやつもう、イライラもんだね。目覚めるのです。目を開くのです。あなたの周りに世界が広がっています。私たちはあなたであり、あなたではありません。あなたは
私たちであり、私たちではない。そして、あなたはあなた、何者でもないのです。考えるのではありません。感じるのです。あなたの目は私たちの目。あなたの耳は私たちの耳。私たちはあなたと共に世界を見、あなたと共に世界を感じる。でも、あなたの心はあなたのもの。思うままに歩きなさい。歩く、僕の足で。そうです。あるがままを感じ、すべてを受け入れれば、あなたの前に、おのずと道は開けます。さあ、お行きなさい。うん。これが、世界。とても、とても広い。ねえ、ベイグ、僕って誰？いきなり何を言うんだ。だから、僕って誰だと思う？マオ、お前記憶が。ううん、そういうわけじゃないんだけど。まあいいや、先に進もう。よしよし。OK。俺一人で十分なんだ。レベルが足んねえってか。現場レンガ所はもうちょっとだ。よしよし。それでは私は止められない。ここでいいな。どっちから行くのか。敵です。サボクジミを受け入れよう。見切った。トロスフレームレイショー。エンジン熱狂撃。ウェイショー。カートウ。ヤシの攻撃を受け、ブラッキークロス。カートウ。はい、フォア。カートウ。クロス。ここのビジネス先に。ウェイショー。そこだ。うわ、トーガ。ウェイケン。源流山。ヤシの遠陣撃。熱狂撃。目にて、サガン。カッティレール。俺一人で十分だったな。OK。
とにかくガンガン育てたいからもうこのぐらいしよう。これもあれだな、疾風船以外全部ガレン撃にしちゃえ。レジストビレもうちょいだな。これはいいのか。お、ありがてー。多分溜まるの早い。まあ、とどめさせなきゃ意味ないんだけどさ。敵です。あ、奥の矢だ。奥のは嫌だ。あれ先に移しないと。移動しやがる。敵を撃て。ウェイソー、ワルシャイ、ウェイソートウガクシ、ウェイソー、ソラトウガよれた魂じゃ。俺はよしよし。おお、たまるたまる、いいよ。キプレゴもっと頑張れ。え、この部屋すごく暑いんですけど、ちょっと動くだけで汗だくだよ。あまりゆっくりしていられないわね。暑さで体力を消耗しちゃうし。うん、そうだね。偽りの炎の真実を見つけた。めちゃめちゃ見つけた。間違えた。もう一回。敵出てくるんだな。炎の端変わった。
この緑の炎は何？ダメなやつ？あれ？頑張りましょう。ウェイショー！しっかり！しっかり！ウェイショー！しっかり！トーガ！ウェイケン！くじけないところ！リクルトピリア！さあ、トーガ！危ねえ。リクルトピリアの手に見ていきたか！ウェイショー！トルプライデル！ウェイショー！チャッチビット！ウェイケン！カバキの騎士を敵を撃て！ウェイショー！トーガ！あいつ危ねえ。俺一人で十分だったな。どうだったっけ。戻っちゃったよね。ボタン押すたびに配置変わっちゃうもんな。あれ？お客さんだぜ。疾風の爪にて引き下がん。ガッキーネイル。ウェイショー。どれ使ってるかい？ちょっと増えた。いいねいいね、いいベースだよ。長い時を経て、人はまた同じ過ちを繰り返そうとしている。あの時、我らはヒューマを救うべきではなかったのかもしれん。やはり王の考えは正しかったのでは。二つの種族の存在こそが争いの原因であるならば、一つが滅ばぬ限り永遠に争いが絶えることはあるまい。ヒューマを滅ぼそうというおつもりなのですか？私たちにそのような権限があるとお考えなのですか？私たちの使命はこの世界を守ることにある。ヒューマがその妨げとなるのであれば、排除もやむを得ないのでは。でも今の状況を見る限り、どっちもどっちじゃないの？大体世界を守るってどういうこと？人のせいで大地が荒れるのを防ぐこと？世界の一部であるヒューマを滅ぼすことが世界を守ることだとは思えないんだけど。確かに、お主の言い分にも一理ある。だが、いにしえの戦いを繰り返すことは避けねばならん。いにしえの戦い、その存在も甚大であった。いにしえの戦いより今日まで、
共存の道を歩き続けてきた人の努力も認めるべきではありませんか。人の視点に立ち考えれば解決策が見つかるかもしれません。滅ぼすのは最後の手段であるべきだと私は考えます。ならばお主はいかにして人と同じ場所に立つつもりか。人の心と目を持つものを生み出し、人の世界に送り込むのです。なるほど、それは妙案だ。反対のものは。異論はないようですね。それでは私の体を介して心と目を。我らの力を集め新たなる命を生み出そうぞ。僕はそういうことだったの。マオ、やはり選ばれたのはお前か。先を急ごう、ベイグ。あの宝箱だけちょっと気になるな。色が変わってきてる。おお、こうすれば早かったんだ。はい、じゃあとりあえず今回はここで中断でやめたいと思います。さあ、いよいよね、魔王の秘密が明らかにということで、まあ、この先もね、どんどん登っていきたいと思います。ではテイルズ・オブ・リバース実況プレパート36、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見ていけるなー。